今回の特集です。4月から新年度がスタートしました。令和5年度の主な取り組みをご紹介します。ここからは明石市企画調整室の赤崎さんに明石市の新年度予算についてお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは現在の明石市を取り巻く状況について教えていただけますか。はい、全国的に人口減少や少子高齢化が大きな問題となっていますが、この間明石市では子どもを核としたまちづくり、誰にも優しいまちづくりの2つのまちづくりを重点的に推進することで、市の人口は10年連続で増加し過去最高となっています。人口が増加することで町にどのような影響があるんでしょうか。はい、人口が増えると町のにぎわいや税収が増加し、さらなる施策展開へとつながることで、市民の皆さんの安心や町の魅力が一層向上するという町の好循環が広がっています。今後もこの町の好循環を維持拡大していくことで、持続可能で誰もが住みたい住み続けたいと思える町、 SDGs 未来安心都市明石の実現を目指してまいりたいと考えています。2022年度からは長期総合計画明石 SDGs 推進計画もスタートしましたよね。はい、昨年度から明石 SDGs 推進計画第6次長期総合計画に基づくまちづくりがスタートしました。この計画は2030年までの明石のまちづくりの基本方針となるもので、いつまでもすべての人に優しい街をみんなでをキーワードに、市民一人一人に寄り添った取り組みを推進していくこととしています。今後もこの計画に沿ってまちづくりが進められていくということなんですね。それでは今年度の主な取り組みについて教えていただけますか。はい、今年度は大きく6つの施策展開の柱を掲げて取り組みを推進していきます。それではそれぞれについてお聞きしたいと思います。はい、まず一つ目は子どもの育ちを町のみんなで支えるです。これは将来の町づくりの担い手であり、町の未来である子どもの育ちを社会全体で支える、そんな取り組みを進めていきます。どういった取り組みがあるんですか。まずは高校生世代への児童手当の支給です。中学校を卒業後、教育費や食費など経済的負担が大きくなる高校生世代の児童が安心して学業などに励み生活できるよう、16歳から18歳までの児童を対象に、所得や就労制限のない明石独自の児童手当を創設します。高校生世代への児童手当の支給は関西で初めての取り組みとなります。その他にはどうでしょうか。現在実施している子ども医療費や第2子以降の保育料、おむつ定期便、中学校給食、そして公共施設の入場料の5つの無料化を今年度も継続してまいります。子育て世代の経済的な負担を軽減し、安心して子育てできる環境を整えていきたいと考えています。その他、明石養護学校で障害の状況に応じて安心して登下校できるよう、2学期からスクールバスの運行を始めるなど、子どもを核としたまちづくりをさらに推進してまいります。子育て世帯にも人気の施策ですので、これからもこういった支援が続いていくといいですね。それでは2つ目をお願いします。2つ目は笑顔あふれる共生社会、インクルーシブ社会を作るです。誰もが住み慣れた地域で自分らしく生きがいを持って暮らし続けられる笑顔あふれる共生社会、インクルーシブ社会づくりを進めます。こちらの項目ではどういった取り組みがありますか。まずは高齢者の地域活動支援の充実です。地域住民同士が助け合い支え合える関係づくりに取り組むため、高齢者団体などの地域活動を支援します。また障害のある人に対する合理的配慮の提供として、障害のある人が地域で生活する上でのコミュニケーションのバリアをなくすため、コミュニケーション支援ボードや支援カードを作成し配布いたします。合わせて市の各窓口にも設置してまいります。その他にも犯罪被害者等に対する支援やジェンダー平等の実現に向けた取り組み、引きこもり相談支援の充実など、誰にも優しい街づくりの実現に向け取り組みを進めてまいります。より笑顔あふれる街になればいいですね。続いて3つ目をお願いします。3つ目は豊かな自然と共生し暮らしの質を高めるです。
明石の豊かな自然と共生し、自然と調和のとれた街づくりを進めます。こちらの項目ではどういった取り組みがありますか？まずは17号池魚住みんな公園の開設です。みんなに優しい運動公園をコンセプトに、これまで整備が進められていた17号池魚住みんな公園がいよいよ4月29日にオープンします。みんなが使えるグラウンドや広場に加え、インクルーシブ遊具も設置されています。オープン後は様々なイベントを実施予定ですので、ぜひご家族の皆さんで足を運んでいただけたらと思います。これまで整備が進められていましたが、いよいよオープンということで楽しみですね。また豊かな自然ですが、明石といえばやはり豊かな海というイメージもありますよね。はい、昨年開催した第41回全国豊かな海づくり大会兵庫大会をきっかけとして、これからも豊かな海づくりを一層推進してまいります。具体的には浄化センターでの栄養塩の管理運転や、ため池の貝掘りの実施、タコ壺の投入など、引き続き市民の皆さんや漁業者、国、県などと連携しながら取り組みを推進してまいります。明石が誇る海の幸、みんなで守り育てていきたいですよね。それでは4つ目をお願いします。4つ目は安全安心を支える生活基盤を強化するです。市民の暮らしや経済活動を支える持続可能で安全安心な生活基盤を整えます。こちらではどういった取り組みがあるんでしょうか？まずは市役所新庁舎整備に向けた取り組みです。すべての人に優しいスリムでスマートな庁舎を基本理念に、2027年度の供用開始を目指し、市役所新庁舎の整備に向けた取り組みを進めていきます。町のシンボルや憩い交流の場となる新庁舎になればいいですね。その他にはどうでしょうか？はい、その他鉄道施設のバリアフリー化を引き続き進めていきます。ホームドアの設置につきましては、 JR 西明石駅の5、6番線が今年度完成の予定です。また明石駅の1、2番線につきましても2025年度の完成を目指し準備が進められています。西明石駅西側の南畑踏切の安全対策としまして、エレベーター付き横断歩道橋を2023年度末の供用開始に向けて整備を進めてまいります。安全安心な街づくりが進められているんですね。続いて5つ目をお願いします。5つ目は街の魅力を高め活力と交流を生み出すです。地域産業の振興のほか、文化の香る街の推進や街の魅力を生かしたにぎわいの創出に取り組みます。文化の香る街といいますと、明石は本の街づくりを積極的に進めていますよね。はい、本の街づくりとして GO 図書館プロジェクトを推進します。現在市立図書館は明石駅前と魚住の2カ所にありますが、西明石、大久保、二見の3地区につきましても図書館の整備に向けた取り組みを進めていきます。具体的に西明石地区ではサンライフ明石をリニューアルし、図書館を併設する地域交流拠点を建設する予定で、2026年の完成に向けて取り組みを進めていきます。また大久保二見地区につきましても具体的な検討を進めてまいります。本の町と並んで、また明石は時の町としても知られています。時といえば明石のランドマーク天文科学館ですよね。はい、時の町明石のシンボルでもある天文科学館といえば、長寿日本一を誇るプラネタリウムです。実は今年ドイツで近代プラネタリウムが誕生してちょうど100年という節目になるんですが、それに合わせて今年10月頃プラネタリウム特別投影やグッズ販売など楽しいイベントを予定していますので、ぜひチェックしてみてください。子どもたちにも大人気の天文科学館、たくさんの方に訪れてほしいですね。それでは最後6つ目をお願いします。6つ目は物価高騰などにおける市民生活の支援を強化するです。市民が安心して暮らし続けることができるよう、物価高での市民生活の支援や感染対策などに取り組みます。こちらではどういった取り組みがありますか？まずは学校給食費支援です。食材価格が高騰する中、保護者負担の増加を避けるため、昨年度に引き続き食材価格上昇分について公費による助成を行ってまいります。子育て世帯の負担を増やさないための支援なんですね。その他にはどうでしょうか？子ども夢応援プロジェクトを今年も実施します。
子どもたちが家庭環境や経済的な理由などで高校への進学を諦めることがないよう、返済の必要がない奨学金を給付するほか、学習や学校生活のサポートを行うものです。今年も6月から7月ごろに募集を行う予定です。その他、新型コロナウイルス感染症対策のほか、ワクチン接種につきましても国の方針に従い引き続き実施していきます。今回は赤崎さんに新年度予算についてお話を伺いました。それでは最後に市民の皆さんにメッセージをお願いします。はい、これからも全ての人に優しい街、誰もが住みたい住み続けたいと思える街を目指して、市民一人一人に寄り添った街づくりを進めてまいります。今後ともどうぞよろしくお願いします。赤崎さん、今回はありがとうございました。ありがとうございました。